ある意味で、インディアンの方が朝鮮よりもひどい状況だったはずだが、今の黒人は、それほど卑屈ではない。なぜか、イギリスが入植を始めた頃、彼らは土人だった。部族同士で戦争を行い、敗北した部族を奴隷にしていて、そこへ同じ方法論で、乗り込んだに過ぎない、ある意味で因果応報。腐っても、キリスト教の影響がある。あくまでも、彼らに比べれば正義だっただけだ。だから、黒人がより正義であれば。という結果、現在オバマ大統領が就任し執行中である。ただ、何はともあれ神を信仰していたからの回復。朝鮮系には、神はいなかった。いたのは恐怖の対象としての始皇帝、だけ、だ。ただ逆に、それと同格の、存在からの命令なら、通る可能性はある。今のシステムなら、利益を優先しろ、それで人間性もやがては、